パルチザンスク式、パルチザンスク市匠パルチザンスクは、ロシア連邦宴会地方の市である。ナホトカからは北東へ、シホテアリに山脈山中に入ったところにある。ウラジオストクからは東へ170キロメートル。人口43,670人。ナホトカへ至るシベリア鉄道の支線が通る炭鉱の町である。この地域が、ロシア領となって後、 スーちゃんが建設され、1932年に、町となった直後に、コミッサールのヤン・ガマール・ニクの名を取って、ガマール・ニクに解消された。しかし、ガマール・ニクが逮捕された1937年、スーちゃんにまたな。1972年の極東ロシア地域における、地名変更に伴って、現在のパルチザンスクと改名された。旧世紀中頃、 渤海王妃と州は、愚郎、マッカツの地であった、沿海州を、母領有し、定理府の府城として、定州が設置された。1860年の北京条約でこの地は、ロシア領となった。1883年、この地方で、最初の炭鉱が、近郊の俺の育立地にて発見され、第一鉱山と名付けられた。今日では、廃鉱となっており、 1932年に中鉄製の記念碑が置かれた。ウラジオストクを基地とする太平洋艦隊は石炭の供給源を欲していた。そのため鉱山省によるウスリースク方地域の地質調査が1888年から1893年に行われ、スーちゃんに炭鉱が発見された。採掘された石炭は、 ナホトカへ運ばれ、軍艦の燃料となった。1896年になると、スーちゃんでは、商業活動としての組織的な採掘が始まった。当初、皇夫たちは、大避号や小屋やテントに住んでおり、最低の生活環境であった。1900年に46人の熟練皇夫が検され、第一鉱山と10の家屋、国有炭鉱の建設が始まり、 スーちゃんへの移民が開始された。スーちゃんの労働者の生活状況に政府は気を配ることはなかった。1896年から1922年の間に2階建ての家屋の建設は1件のみだった。スーちゃんそれ自体は単なる出来の悪い計画の鉱山集落であったのだ。1905年から1906年に学校が開かれ。 50人を収容できる病院が開院した。1905年から1914年にかけて、数カ所の鉱山が新たに開かれた。木製のバラックや個人の家も現れた。おのおののアルテリによらない無計画な建設であったが、その中には現在も無傷で残るものがある。スーちゃん鉱山の創始者たちは1914年までは多くの仕事はしなかった。 第一次世界大戦が始まり、労働者は兵役に呼ばれ、石炭産出量は減少、建設も滞った。1917年には11の鉱山で、年30万トンの石炭が生産されていた。1918年から1922年の、ロシア内戦では、ボルシェビキの支持者が活発なパルチザン活動を行った。宴会集における、 ソビエト勢力の確立後も引き続き石炭生産で栄えた。1922年以後、古い炭鉱の再生と新しい炭鉱の開発が始まった。分散していた収録は一つの大きな町となり、何階建物建物が立ち並ぶようになった。この時、町の文化的発展に大きな注意が払われた。1917年に民家が建てられ、 鉱山夫たちの集会場となった。それは町の文化的中心となった。鉱山と町の人口の拡大に伴い、新しい集会場の必要性が出てきた。1926年に350人用の集会場が、第10鉱山の近くに200人用の集会場が、第20鉱山の近くに250人用の集会場が、 材木工場の近くに建てられた。1933年には、宴会週一大きく美しい1200人を収容できる文化大ホールが完成。1932年、スーチャン工業技術大学と地下救急ステーションが第10鉱山にオープンした。1935年には設備の整った病院が、春工。この年、鉄道が開通した。 今日では、石炭の需要は減少し、街は衰退している。ありがとうございます。